はい、どうも。経験者のあるお姉様にお聞きしました。そしたらメイドの土産に一回行った方がいいんじゃないっていう、ね、そういうお話をいただきまして、それで今回来させていただきました。死んでなければ来年も来ようかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ね、ここでダジャレなんですけどね、言ってみたかったんですけどね、一回ここに来たかった。来たかったね。はい。みんな言いますよね。なるほど、なるほど。そうなって、どうしようかなって、さっきまでずっと、はい。やっぱり言わなきゃよかったな。唇、寂しい。今なんか涼しくなったよね、急に。ね、まだいい、寒くない。どれぐらい書いてありましたけどね、喜びが多い。方向だとかね、帰りはそうするとどうなんでしょうね。
降るときはいいんだけど、何にもいいことなくて帰ると。俺、あんまり土砂着せて歌う時間がなくなる。そう、そうなんです。歌うために来たんだからね。それでは。いやー、いじるいじる。皆さんが寝てしまう歌を。見ていよう。
小倉圭さんの歌ばっかり歌ってるんですけど、それでも最近はその辺にいる誰かさんがね、松山千春の歌なんか歌うんですけど、ちょっと影響されて松山千春をやったり、永井竜もね、なんか好きな歌手なんで、歌ったりしてるんですけどね、今日は小倉圭さんだけでやっていきたいな。で、小倉圭さんばっかりやってると、ちょっとマニアックになってきましたね。小倉圭さんの曲をやってるとみんなオリジナルとかいう話になってましたね。もっと元気だったよ。まあ嬉しいような悲しいようなね。で、そういうことで一応誰かさんに言われましたね。小倉圭さんの歌やるのもいいんだけど、皆さんが知ってる歌もやったらどう思ったっていうので、はい、喋り始めて止まらないだろ、暗くなるまでやるぞとか言って、じゃあ今日1曲飛ばすわ、はい。楽しい思い出ばかりだなんて日はこんな時に何の慰めにもならない。泣かせて、泣かせて。男にはできないことだもの。泣かせて、泣かせて。泣かれた男のみんともなさを気にして、そんなとこで無様にもじもじしないで、泣かせて、泣かせて。あなたは早く行きなさい。天狗姫よと可愛がられ
ために大きな花にならない時では天狗山から追われる。それが起きて天狗の掟です。心ひそかな嬉しい
しないだを流したりして人は可愛い可愛いものですね。しくまつげに行こう。
待ってる。